絆つないで光を信じて。あの白塗り野郎、好き勝手やりやがって。ただじゃおかねえからな。ホルンちゃん、無事でいてください。団長もルリアもビーもバルンのためにありがとう。ミプ、礼を言うのはみんなでチビスケを取り戻してからだぜ。はい、できるだけ早く。怖い思いも辛い思いもすぐに忘れられるように。みんな、すまない。メポ、私ポルンちゃんのことが好きなんです。だってあんなに素直で純真でとっても素敵じゃないですか。ああ、ガキンチョのくせにわがままも言わねえようなのってたまにいるからな。ポルンちゃんに苦しい思い出が残ったら元気をなくしてしまうんじゃないかって思うと悲しくて。だからオイラたちもあいつを助けてやりてえんだ。ありがとう、みんな。きっとあの島に帝国の実験施設があるはず。あの後ヒゲが送りつけてきた手紙にはそう書いてあったな。きっとあそこにポルンが。行こう、ホワイト団長さん。ここにチビスケが捕まってるってんだな。不自然なくらい静か。メポ、ブラック、ホワイト、気をつけて。ミポ、帝国軍って本当にとんでもないことする連中ね。ここでもどんなことをしてくるか。皆さん気をつけてくださいね。大丈夫よ、ルディアさん。こんなやり方をするような人たちに私たちは絶対負けないから。団長、どうした。ミポ、先を急ぐ。メポ、我が輩たちの奇襲を見抜くとは、相変わらず獣じみた嗅覚ですね。この先へは行かせませんよ。機械兵、奴らを倒しなさいねえ。何あれ、機械の兵隊。一難去ってまた一難だ。メポ、行くよホワイト。おしまい。ブラック、今よ。これで決める。
帝国をなめるな、ですね。絶対に諦めない。希望は捨てない。希望の力で未来を作る。プリキュアマーベルスクリーン。これでどう？許さない。思い知れ。ブラック今よ。これで決める。おしまい。バカな、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 そんなバカなですね。くくくく、つくづく愚かな連中ですよ。我が輩がおとりということに気づかないんですからね。さあ、決着の時だ。出たな、このボルを返して。いいだろう、この俺を倒すことができればな。ジビスキー。心配するな、命はまだある。だがこの檻の中に長くいれば、いずれ生気を全て失ってしまうだろう。なんてひどいこと。許さない。あんたなんか叩きのめしてやるんだから。そう簡単にいくと思うなよ。こちらにはこの切り札たちがいるのだからな。あ、なんで戦勝銃が出てくるんだよ。違います、この子たちは戦勝銃じゃありません。ふざけんな！なんなのあれ？聖少女のざけんな？姿だけではないメポ。感じる邪悪な力の大きさが桁違いメポ。その通りだ。こいつらの力は聖少女そのものと大差はない。でも一体どうやって？まさか本物の聖少女にざけんなを取り付かせたというの？そんなことするまでもない。このノートのおかげでな。私のノート。ここに刻まれた記憶にザケンナーを乗り移らせたのだ。これまで目にしてきた島すら滅ぼす脅威との戦いをもう一度味わうがいい。さあやれザケンナー。手始めにプリキュアどもを葬り去ってやるのだ。やめて、やめてください。みんなそんなことする子たちじゃ。ざけんな。危ない。避けろ。ブラック団長さん。ブラックとホワイトが孤立しちまった。合流などさせんぞ。ざけんな。まずいぜ、二人が手つないでねえとあ
の技が打てねえぞ。だったら私が。させませんよ。これでおとなしくなりましたね。さて、残るは貴様だ、団長。変身もせずザケンナーを倒してみせる厄介者を始末するには、一つ工夫が必要だったぞ。ザケンナー！ザケンナー！どうなってやがる。普通のヒドラより格段に強いぞ。当然だ。かつてこれを前にして団長は手も足も出なかったのだからな。日記にはこう書かれている。ザンクティンゼルで団長に助けられた後島を出たと。やめて、それ以上言わないで。帝国軍の資料を見たが、一つ重要な記述が抜けているな。ヒドラによって団長は一度殺されたと。団長さんが一度殺された？そう、青い髪の少女を守るためにだ。書き記すことすらできんとは。その思い出はよほど特別であるらしい。ならば、この日記の空白に宿る闇を、ここに引きずり出して使わん手はない。てめえ、いらねえことまでほじくり出しやがって！団長、貴様がどれだけ強くなろうと、このヒドラに殺された過去は曲げられん。貴様らの闇から生まれたザケンナーは、団長の命を奪うまで際限なく強くなるということだ。これで終わりだ！ザケンナイカれる天空の容器、ザケンナーよ。邪悪な心、闇の恐ろしさを思い知らせてやれ。ザケンナー、ザケンナー、ザケンナー、ザケンナー。勝負ありだな。お前、大丈夫？団長さん、早く立
ち上がって、じゃなきゃやられちゃう。早くブラックと合流しないと、みんなが。お願い、どいて。ふざけんな。思い出などまやかしだ。ポンメルンを見ろ。過去に縛られた者は憎悪を抱き確執を起こし復讐に走る。でも私の旅の思い出は楽しいことだってたくさん。だが現に今仲間を傷つけているのは他ならぬお前自身の思い出が持つ力だ。帝国軍に追われ暴れる青少獣に背を向けることさえ叶わぬ思い出は仲間にとって楽しいものだったのか。そんな。お前の記憶からはこれだけの闇が生まれている。それが答えだ。私はずっと閉じ込められていればよかったんですか。黙りやがれ白塗り野郎。おいらたちはんなこと思ってねえ。取り繕おうと結果は変わらんぞ。あれがここでお前たちを倒しやがてこの世界をも食らい尽くすのだからな。あったまきた。誰かの思い出をそんな風に利用するなんて。辛いことも苦しいことも他の誰かを傷つけるためにあるわけじゃないのに。今のお前たちに何ができる。ボロボロで立ち上がることすらできんではないか。これでとどめだ。やれ、ざけんな。ざけんな。待ちやがれ。ん？おいらはまだピンピンしてんだよ。てめえの相手になってやる。みんな。貴様に何ができるというのだ。仲間傷つけられてバカにされて黙ってられるかってんだ、この白塗り野郎。やめておけ。貴様では相手にならん。ちくしょう、まだわかんねえだろう。ビー、やめて。だけどよ、誰かがこいつを止めねえと。お願い、もう逃げて。お前の仲間もああ言っているぞ。うるせえや。おいらに抱いていじってもんがあら、仲間見捨てるなんてできるか。いいだろう。待ってろよ、オイラが助けてやるからな。面白い。貴様の意地とやらが持つ限り仲間には手を出さないでおいてやる。望むところだぜ。はあ。ビスケ、お前こそ怪我とかしてねえか。大丈夫ポッパ、プルーは大丈夫ポッパ、だからもうやめるポッパ。そうも言ってられねえ状況だからさ。ビー、
大丈夫ボーボー、もうやめるボーボー。ほら嫌なんだ、もうあんな。なあ、嘘だろ、冗談だよな、返事しろよなあ。おい、仲間が、大事な連中が死んでくのを見るなんて、あんな思いおいらはもうしたくねえんだよ。やはり愚かなものだな。思い出に縛られまいと自ら傷つく道を選ぶとは。いい加減止まりやがれ白塗り野郎。まだ立つか。その根性は褒めてやる。ならば貴様に敬意を表し、俺の最大の力で葬り去ってやろう。はあ。逃げるボンボン。くそ、そうしてけどさ。もう目が開かねえや。くらえ！ピーにひどいことしちゃダメボーボー。ピーをいじめるなボーボー。お、なんだこれ、なんか光ってやがる。聞こえますか、B？誰だ、姉ちゃん。私は光の園のクイーン。あなたとポルンの強い思いが届きました。私とあなたをわずかな時間つなげてくれたのです。あれが見えますか、 B？ なんか光ってやがるの、よく見えねえけど。ポルンはあなたのことが大好きです。あなたがいなくなったらとても悲しむでしょう。そしてあなたもポルンのことを大切に思ってくれています。その思いに私は今できる限りの力で応えたいのです。さあ、友達のため、団長のため、そしてポルンたちのために。はあ、やってやるよ、まだ手があるってなら。B とかいうやつ、この俺を相手に大した根性だった。ざけんな！ざけんな！遊びは終わりだ、やれ！
なんだこの光は。パパ、どけ。ザケンナーたちが飛ばされちゃった。何が起こったの。体から痛みが消えていく。強力な光のパワーを感じるメポ。光の園のクイーンが私たちを助けてくれたメポ。ブラック、今がチャンスメポ。二人で力を合わせるメポ。させるものか。ここで貴様らをさせる回転だ。やられっぱなしだと思うんじゃねえぞ。なんだこの力は。さっきのあの人がオイラに力を貸してくれたんだ。あれは光の園に伝わる伝説の道具の一つ、レインボーバングルメポ。初めて見たメポ。伝説のバングルメポ。よくもオイラの仲間たちをひどい目に遭わせやがったな。もう手出しなんかさせねえぞ。空の園のエネルギーを吸収した俺に勝てるとでも思っているのか。何？あんた誰か忘れてない？ありがとう B さん。私たちもうすっかり元気よ。今度は私たちが B さんを守ります。ち、何をしているザケンナ。戻ってこい。奴らを挟み撃ちだ。ザケンナ。ブラックさん、ホワイトさん、あの聖少女の偽物たちは私たちに任せてください。私の思い出をあんな形にするなんて。もう怒りました。うん、行くよホワイト。うん、ブラック。だ
ざけんな。はい、おしまい。イカれる天空の妖気、ざけんなよ。邪悪な心、闇の恐ろしさを思い知らせてやれ。任せてください。ダダダダダ、好きにはさせない。全力で来い。叩き潰してやる。あなたのためなら、それ。次元の竜、闇の炎の子、汝の名はバハムート。希望の力で未来を作る。プリキュアマーベルスクリー。手を焼かせよ。くらえ。悪あがきもそこまでだ。これでどう。絶対に諦めない。希望は捨てない。くらえ。とっととお家に帰りなさい。風のささやき届けます。はっはっは。遊びは終わりだ。ブラック、今よ。これで決める。水の語り、送ります。行くよ、ホワイト。ブラック。はっはっはっ。くそ、いまいましいガキどもめ。私だってやれるんです。